나오는 거야! 없어 이러면 안 되지만. 여러분 안녕하십니까? 대기간 한글을 고자노 시간です. 今回のレッスンはですね、ネイティブが日常でものすごく使っているのに、しっかり、説明しているテキストがなかなか見つからない、文法があります。声よと声やに関してご説明したいと思います。皆さん結構ドラマでも聞いたことがあると思うんですね。ドゥンがつく、ドゥン声よ、もしくはドゥン声や。そして未来の連体形のうがつく、うるこやとうるこえよ、二つの使い方があります。まあ、さらに未来の連体形のうがつく、うるこえよ、うるこやの場合は、意思もしくは推測予測の二つの使い方がありますので、なかなかちょっと整理がつかないんですね。今回皆さんにちゃんとまとめて分かりやすく、解説したいと思います。では参りましょう。はい、では Zoom のホワイトボードを、使って説明いたします。やっぱりなかなか便利なものなんですね、最近の Zoom って、レッスンも非常に快適で楽になりました。まず声よですね、現在の連体形のぬんがつく、声よですね。じゃあ皆さん声よって言ったら馴染みの、まあ、職で学ぶ、意思の表現、何々するつもりですの、うる声よ、皆さんご存知ですね。じゃあ今回はこの現在の連体形のぬんがつく声よなんですね。じゃあ疑問文で語尾を上げて、ぬん声よは日本語で物ですか、もしくは脳ですかという意味になります。じゃあそのため口が小屋になりますね。ぬん小屋。じゃあこれは日本語だと物なの、もしくは日本語だと脳よみたいな、風に、翻訳することもあります。声よと声やはどんな意味でしょうか？皆さん疑問文といったら、まあ、いろいろな言い方、漢方もあるんですね。初級でまず、日課とか、基本的な言い方の、よく使う、へよ体ですね。あよ、およとか、まあ、あるんですけれども、この小屋の特徴はですね、説明や、答えを強く求める、といったニュアンスがあります。もしくは驚いたり、意外だという感情ですね。そういったニュアンスがあるのが、声よと小屋になります。はい、じゃあ早速例文でですね、ニュアンスをチェックしてみましょう。じゃあ例えば、おとけ먹는거예요。じゃあこれは、日本語だとどうやって食べるんですかという意味になるんですね。じゃあ皆さん、よく知っているそのへよ体でしたら、どうなるんでしょう。おとけ먹어요があるんですね。じゃあどうやって食べるんですか。日本語だと結局同じ、和訳、翻訳になってしまうんですけれども、じゃあおとけ먹어요よりおとけ먹는거요の方がやっぱり強く説明を求める、非常に気になる、そういったニュアンスが感じられます。じゃあタメ口でしたらどうやって食べるの。じゃあどうでしょうか。어떻게먹는거야になるんですね。じゃあ皆さん後についてお떻게먹는거야。じゃあこれはどうでしょうか。뭐하는거예요。じゃあこれも日本語だと何をやってるんですかになるんですね。じゃあこれも뭐해요。해요体でしたら뭐해요ですね。뭐해요。じゃあ뭐해요より答えを求めたり、あと文脈とかまあ、シチュエーションによっては怒ったりなじるようなそういうニュアンスもあります。例えばですね、じゃあここに지금、今をつけると、もう皆さん優しく、気になる相手とか好きな人に、メールをポンと入れて、지금뭐해요？今何してるんですか？といった優しい、質問になるんですけれども、
자例えば내집에서뭐하는거예요でしたらどうでしょうか。これはもう怒ってる言い方なんですね。私の家で何をしてるんですかみたいな、怒る、もしくはなじる、何の真似をしてるんですかみたいな、意味になります。じゃあ、タメ口をちょっと見てみましょうか。じゃあ、ボアヌンゴヤ、これはどうでしょう。さっきのボアヌンゴヤのタメ口ですよね。何してるのもしくは、何してるのよみたいな、ちょっと怒るみたいな、ニュアンスの表現になります。あと、韓国人がよく使うフレーズ、これを皆さんぜひ覚えてほしいんですけれども、皆さん聞いたことあるんでしょうか？おちょらぬんごやとか、じゃあ、向きになった時に使えるワンフレーズなんですね。じゃあ、日本語だと、どうしろってことだ。もしくは、どうしろって言うのよ、みたいな、意味になります。まあ、覚えておくと非常に、まあ、使える、非常にネイティブっぽい、表現になりますね。じゃあ、ぬんこえよ、もしくはぬんこや、二つの表現、皆さん、ぜひ覚えておきましょう。はい、続きまして、そのまま語尾を下げると、定常文になるんですね。じゃあ、動詞の、語感プラス、ぬんこえよ、もしくは、ぬんこや、二つの文法があります。じゃあ、ぬんこえよは、日本語だと、ものです、もしくは、のです、ですようにあたる表現。じゃあ、ぬんこやは、ものだ、のだとか、だよというふうに翻訳することがあります。じゃあ、ぬんこえよ、ぬんこやはどんな意味でしょうか？こちらは状況とか何かを説明したり、もしくはさっきと、こえよ、こやと同じく、驚いたりとか、あと意外だという感情を、伝える、説明する、語る、そういった、言い方になります。あとこちらのこや、ぬんこやはですね、タメ口もしくは独り言なんですけれども、独り言として使う場合は、まあ、自分で何か思ったこと、あとは気づいたことを、自分に言い聞かせる時に使 う表現でもあります。じゃあ、こちらも例文で、使い方、覚えてみましょう。じゃあ、이건숟가락으로먹는거예요。これはスプーンで食べるんです。食べるものですとか、そういった意味。何か聞かれたんですよね。どうやって食べるんですか？さっきの、おたけ먹는거예요。これに対して、これはスプーンで食べるんです。そのような答えなんですね。これは、이건숟가락으로먹는거예요。じゃ続きまして、じゃあ、사랑은돌아오는거야。皆さん、韓国でも非常に有名な、馴染みの、ドラマのワンフレーズなんですね。皆さん知ってますでしょうか？まあ、日本でも大ヒットした、권상우主演の천국의계단ですね。천국의계단の有名なワンシーン、まあ、セリフだったんですけれども、권상우が、ブメランを投げながらですね、사랑은돌아오는거야って、叫ぶ有名なシーンがあるんですね。사랑은돌아오는거야意味は愛は戻ってくるものだという意味になります。はい、じゃあ最後の例文、갑자기비가오는거예요。これでしたらどうでしょうか。じゃあこれさっき、あれですね、驚きとか、意外のニュアンスを表す表現なんですね。じゃあ、갑자기、急に雨が降ってきたんですよ、という意味になるんですね。じゃあ、これも小屋でしたら、このような、文章があり得るんですね。じゃあ、努력해야성공하는거야。じゃあ、これだったらどうでしょうか、意味は。努力してこそ、成功するんだよ。成功するものだよ。
という、意味になります。はい、皆さんいかがでしょうか。じゃあ疑問文のぬんこえよ、ぬんこや、そして平常文のぬんこえよ、ぬんこや。じゃあ疑問文でしたら、強く答えとか説明を求める、もしくは驚いたり、意外だという感情を込めて、質問する言い方。じゃあ平常文でしたら状況とか、何かを、きちんと説明するような言い方。そして、こちらも驚いたり、意外だというニュアンスがある表現なんですね。皆さんぜひ、今回の動画ですね、例文もですね、しっかり使ってですね、正しい使い方、きちんと覚えてください。はい、では次回のレッスンも楽しみにしてください。この動画が参考になりましたら、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、여러분、おやすみだ。